魅勒菩薩、魅勒菩薩、マイトレイヤ、メッテイヤ、メッテイヤは、仏教において、おくるみの次に現れる、未来仏であり、大乗仏教では、菩薩の一尊である。魅勒は恩者であり、慈しみ、を語源とするため、慈し、菩薩、慈しみという名の菩薩とも意訳する。三枚あがたは、蓮華上の塔、剣瓶、水亀、め、種子、種子あざは、 一部の大乗経典では、あざなが、アイツタアジタとされているが、スッタニパータ第五章や、中和言教中の説本教などの初期経典の記述では、魅力とアイツタは別人である。絵画訳、剣舞行では、魅力は、仏だとなると誓願を述べ、アイツタは、天輪聖王となるという誓いを表明したところ、アイツタは叱責され、魅力は、規別を受けている。は、 現在、仏つであるゴータマブッダ、おくるみの次にブッダとなることが約束された、菩薩、修行者で、ゴータマの入滅後五十六億七千万年後の未来にこの世界に現れ悟りを開き、多くの人々を救済するとされる。それまでは、土卒店で修行、あるいは説法をしていると言われ、中国、朝鮮半島、日本では、弥勒菩薩の土卒店に往生しようと願う、信仰。 上昇進行が流行した。前述のように、未六の下昇は56億7千万年後とされているが、この期の遠くなる年数は、未六の土卒典での寿命が4千年であり、土卒典の1日は、地上の400年に匹敵するという説から、下昇までに441230イコール5億7600万年、かかるという計算に由来する。そして、 広大になって五億七千六百万年が五十六億七千万年に入れ替わったと考えられている。その未来物の出現する時代は厳密には定かではなく遠い未来の比喩ではないかとの説もある。二力菩薩はバラモンとしてシャバ世界に出世して知ったった同様に出家した後流下樹下で悟り得て三度に渡り説法を行い多くの人々を救うというこれを 流下三回という。魅力化粧業には、初回九十六億、二回九十四億、三年九十二億の主場を再度すると説いている。なお、現在の魅力はまだ修行者、菩薩だが、遠い未来の化粧の姿を先取りして、魅力如来、魅力仏と呼ばれることもあり、如来系の仏像も作られている。冠魅力菩薩上昇と卒天郷、魅力化粧業。 弥勒大成仏教の三本で、弥勒三部行と呼ぶことがある。また、浄土集計の無料、受形には、阿弥陀仏の本願を、後世の苦悩の主張にと聞きかるようにと、おくるみから、弥勒菩薩に付属されている。仏教の中に、未来仏としての弥勒菩薩が登場するのは、かなり早く、すでに、阿言行に記述が見える。この未来仏の概念は、 過去7フ津から発展して生まれたものと考えられている。魅力信仰には上昇信仰とともに下昇信仰も存在し、中国においてはこちらの信仰の方が流行した。下昇信仰とは魅力菩薩の土塞権に上昇を願う上昇信仰に対し魅力如来の下昇が56億7000万年などの遠い未来ではなく現に今なされるから、 それに備えなければならないという信仰である。浄土信仰に類した上昇信仰に対して、化粧信仰の方は、弥勒化粧に合わせて、現世を変革しなければならないという終末論、急性主体暴論的な要素が強い。そのため、反体制の集団に利用される。あるいは、化粧信仰の集団が反体制化するという例が、各時代に数多く見られる。 北儀の大乗の乱や、北宗、南宗、元、明、真の白蓮教が、その代表である。日本でも、戦国時代に、魅力物がこの世に出現するという信仰が流行し、ユートピアである、魅力物の世の現世への出現が期待された。一種のメシアニズムであるが、魅力を国令とし、魅力の世を稲の宝熟した平和な世界であるとする。 濃厚民族的観念が強い。この観念を軸とし、東方会場から魅力船の到来するという信仰が魅力踊りなどの形で太平洋沿岸部に展開した。江戸期には富士信仰とも融合し、元禄年間に富士校の行者、職業魅力が活動している。また、百姓一揆、特に夜直し一揆の中に魅力思想の強い影響があることが指摘されている。 300年前後に、インドのユガ行有意識学派の論士として、有意識説を説く回祖の一人。後世の伝説によって、前述の未来物としての魅力菩薩と、同一視された。著作に、ユガ氏辞論、漢訳説、大乗双言教論、中辺分別論、玄関双言論、方法性部別論、究極一条宝正論、チベット説などがある。チベットでは、 ユガシジロンは、無弱菩薩作りとなっており、旧凶一条宝正論が、弥勒、マイトレイヤ作りとなっているが、簡訳では、アニエ・スティラマティ作りとしている。ミスラは、インド神話におけるアーディティア神群の一柱ミトラと、起源を同じくし、古くは古代アーリアにおいて信仰されていた、契約の神だった。ゾロアスター教においては、中級神ヤザ坂の一柱とされ、 英雄神、太陽神とされる。ただし、教祖ゾロアスターは、ミスラをはじめとする神々ではなく、アフラマズダーに対しての未崇拝をすべきだと、宗教改革をしたため、周辺のアーリア人の宗教に比べ、ミスラ神は低く位置づけられている。また、古代ギリシャローマにおいては、ミトラースと呼ばれ、太陽神、英雄神として崇められた。ミスラは、クシャーナ朝では、バクトリア語系のミイロ。 ミーロと呼ばれ、この語形が、魅力の語源になったという説もある。魅力菩薩像はインドでは水亀を手にする像として、造形されたが、中国においては、塔までは足を交差させ、椅子に座る像として造像され、元、明治時代以降は、魅力の化身とされた語形として、肥満型で現れた。一方、アスカ時代の日本では、ハンカシー像として造像が行われた。走りまして、 左足を下ろし、右足を上げて、左膝状に置き、右手でつらづえをついて瞑想する姿である。大阪、野中寺の金剛像、十分が、弥勒菩薩という名文を持つ最古のハンカシー像である。京都の広高寺の弥勒菩薩像、木像は特によく知られており、国宝に指定されている、弥勒菩薩ハンカシー像。ただし、ハンカシー像のすべてが、 弥勒菩薩像であるとは限らない。平安時代、鎌倉時代には、繁華市像は見られなくなり、立像や座像として表されるようになる。京都、第五次の会計作の木像などがその作例である。日本で広く目にされている、弥勒菩薩像に、五十円切手の図案がある。これは、中宮の字の木像菩薩繁華像である。弥勒如来像としては、 前述の奈良の東大寺の木造、通称、試みの大仏、十分や、東間寺近道の素像、奈良時代、国宝、幸福寺北遠道の運慶一門作の木造、国宝などが知られる。御舞太霊や蘇和歌、王、ミトレ霊や SB 一日本では奈良福人の一人として知られる補填は、中国では、弥勒の化身とされ、化粧した魅力如来として、仏像の正面に、 その波眼と、大の古服で膝を崩した風刺のまま祀られている。沖縄県の沖縄本島及び周辺離島や八重山列島では、ミルクと呼ばれる神の信仰が盛んである。これは、東アジアから東南アジアにかけて分布する、ミルク信仰がラ来カナイ信仰と融合したもの、取るのが定説である。これらの地域では、法年祭等の祭りに、笑顔のミルク麺をつけた、 ミルク神が登場し歩き回る。ミルク面は固底に似た姿をしているが、これは布袋をミルク菩薩の化身とする東、アジアや東南アジアのミルク信仰の影響であると考えられている。ミルク神は年に一度、十二年に一度等の地域もある、集落を来訪する来訪神である。起源については、約300年前に、首里内から大国、通説では、 中国に派遣された、宮道長老が、魅力の掛け軸を持ち帰り、毎年7月に祭りを行ったとされ、1816年の三種間家朝、木日日記には、首里屋片町、現在の那覇市首里地区のミルク運慶、渡る直後迎えの記録が残っている。また、八重山列島の石垣市との城に伝わる、ミルク麺は、1791年に、 首里から八重山への帰途に遭難し、安南、現在のベトナムに漂着した黒島首里。大屋古食大浜用林が持ち帰ったものとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。